板垣信康は、戦国時代の武将。海、武田氏の家臣、板垣氏着流。着氏に、修理助がいる。海、源氏主流の小ぞ氏出身。工事3年8月以降、板垣信方の着氏神権が不行績を理由に、武田信玄により改役されたため、板垣家が一旦断絶した。しかし、翌永六元年に信方の娘婿にあたる小ぞ。 信康が、武田晴信の命によって、病石を継ぎ、板垣家を再興した。A60 年の起承文では、板垣生を称しており、武田氏の親族衆として120期を有した。海の国史によれば、おぞの、姿天神社やおひやしきへ所領を寄進した記録が、残る。久能上司として、A62 年の駿河信仰では、久能上司を務めている。内藤正秀の戦死後、 天正7年2月に内藤正月が上野国民の和上代就任するまでの間道場に座城した。田中城主として田中城は1570年正月今川氏の参加であった乗り行き一式城を奪った武田信玄が新たにこれらの城域を移動させて増築したのが始まりとされる。武田四天皇の一人とされる山形正影が城主を務めたが、 1572年、武田勢が、正常作戦を始めるにあたって、武田信玄は上司を、板垣の康に変え、さらに、諏訪の春城を構えて、徳川氏と対決姿勢を強めた。板垣の康は、田中の板垣殿と呼ばれた。山梨県の藤尾室浅間神社や長野県の行島、足島神社に、反物や、起承文が伝わっている。しかし、 この正常作戦の最中で、信玄が没死し、武田勝頼が1575年に、長篠の戦いで大敗を喫すると、徳川氏が諏訪玄城を奪い、田中城の市城も、徳川氏の手に落ちて孤立した。1582年、武田親族衆である、江尻城の穴山売説が、徳川氏に願いると、田中城の城主だった、与田信主は解場し、 徳川氏の参加に入った。美濃和城代として、上野国美濃和城の城代内藤正秀が、天正3年5月21日長篠の合戦で、内地にしたため、板垣信康が在城。武田勝頼は、上野支配を、白井城代真田正幸と、美濃和城代板垣信康に委ねた。信康の着難修理助は、武田氏滅亡後、真田正幸に仕え、 天正13年品の国上田の合戦で奮戦した。ありがとうございます。